それで、ですね、第2部なんですけども、2004年、3年、このあたりに F201 でもって、やってましたね。ラバータイヤで、モーターはスポーツチューン、あと4輪駆動、この F1 っていうのがありました。大会がありました。で、それで、まあ、でもやはりツーリングカーの人気が非常に高いもんでして、やはりなかなかその F1 がこう主導権を握るっていうか、そういう風にはやっぱならなかった印象がありましたね。そして2005年、6年、こういったあたりで僕は TB エボリューションとか DA04 なんかを使って、まあ、だんだんツーリングカーの方に、まあ仕方なしではないけども、まあちょっと戻っていきました。ただこの当時2000年代の前半半ばっていうのは一般的に言ってそのタミヤ以外でね、非常にツーリングカーがこう先鋭化してて、まあ、いわゆるカツカツの雰囲気は非常に強かったもんですから、まあちょっとツーリングっていうのがね、23ターンというか非常にこうきついというかこうシビアなレースが展開されているようになってたので、ちょっとこう気が引けちゃうっていうかね、そういうところもあったので、個人的にはその辺はちょっと、なんていうんだろう、きついっていうかね、腕がない人間にはなかなか厳しいかなっていうふうに思ってた時期でもありました。それであと2000、これは何年に始まったのか、お台場ですね、お台場の、シェルミュージアムっていうところの近くでですね、グランプリが始まりまして、F201 を使った F1 であるとか、もしくはちょっと僕が好きだったユーロスポーツっていうものがありまして、ツーリングカーなんですけど、そういうお台場っていうのもできた時期もやってた時期もありました。でもこれも結局2年ぐらい前ですかね、あまりやらなくなってしまって、またこう今のところ浅草一本みたいな感じに首都圏のグランプリはなっちゃってますね。昔は大宮なんていうのもねあったんですけども、それで最近っていうとこう 2,3 年ですかね、やっぱ M シャーシー、M03 とか今最近だと05がありますけども、 M シャーシーのレースの方に僕もかなりまた2006年ぐらいからかな、ハマってきまして、タイヤも M グリップっていうタイヤを使うと非常に楽に、FF の場合はもう前後 M グリップで、M グリップラジアルで走れるもんですから、非常に走りやすくて、M グリップタイヤに、それからライトチューンモーターと 1600ST バッテリー、この組み合わせで2007年、8年、9年、これぐらいまでかなり楽しめたっていう印象があります。浅草はやっぱりコース全体がそれほど決して広いものではないわけなので、やっぱり M シャーシのそのコンパクトな感じっていうのは非常に楽しかったですね。でそれから、今も今過去形で言っちゃいましたけど、M05 なんかで非常に M シャーシのレースってやっぱ盛り上がってて、すごく楽しいんじゃないかなと思います。おすすめですね。それからあとはタムテックギアのレースなんてのもありまして、これは2008年9年くらいでちょっと2年ぐらいで終わってしまったような気がしないではないんですけども、タムテックギアのバギーのレースとか、あとワンテンのバギー、これ僕はやってないですけど、こういったレースなんかも結構行われたりしますね。で今年去年、2009年、この辺りから F104 というのが出てきて、新しい F1 ですね。今のところ、それのレースを僕の、メインカテゴリーというか、それしかやってないんですけどね、そういうふうになってきてます。で、一時期ちょっとタイヤがね、思わしくないというような時期もあったんですけど、最近は、僕はラバータイヤも使って走ってるようにしてます。それが何だっていう話なんですけど、
マリオンね、それなりに楽しんで、フォーミュラ2モーターと、それからリフェですね、LF バッテリーで楽しんでいます。今、リフェの話が出たんですけど、最近、ここ2年ぐらい、2009年、それから2010年ですね、このあたりはタミヤグランプリイコールもあの LF バッテリーっていうのは非常にあの必須に近くなってきてまして、まあ、なかなか初期の導入にちょっとコストがかかってしまう面はあるんですけども、非常に耐久性も高いと思うし、とてもあの扱いやすいバッテリーだと思います。それなんで非常にまあ、一度導入してしまえば LF リフェ非常に扱いやすいんじゃないかなと思います。まあ、そんなこんなで、まあ95年からかれこれ15年ぐらい、楽しんできてて、まあ、半屋内っていうことで、そうですね、まあ、雨が降ってもやる、まあ、裏を返したら、湿度が高い日もあれば、暑い日もあれば、もうからっ風が吹き込む時もあるし、ちょっと雨が冷たい雨が吹き込んだりとか、まあ、そんなようないろんな状況の中で、まあ、とはいえ、まあ、どんな天候でも基本的な開催されると、こういうのが浅草の面白さですね。それからだいぶ時間がなくなってきたんですが、これ今土曜日の土曜日なんですね。とこう今最近ここ数年だとこういうふうに土日開催で土曜日と日曜日と別個の大会、独立したイベントっていう感じが多いんです、ほとんどなんですね。ですけれども昔っていうかちょうど8年から8年ぐらい前ですかね、それぐらい前まで2002年とかそれぐらいまでは事前 の練習走行がありまして、その練習走行が土曜日だったんですね。で土曜日に練習しに来て、まあ、来ても来なくてもいいんですけど、それで日曜日に本番のレースっていう、そういう状況が多かったです。でこれはもちろんよくたくさん走れるっていうのもあるんですけど、結構真剣に、まあ、いわゆるカツカツしてちょっとレースをしてる、まあ、僕もそういう時期が自分なりにあったもんですから、そういった時には、土曜日と日曜日と両方走らなきゃいけないっていうのはね、ちょっときつかったりして、走らなきゃいけないってこう言ったんですけど、結構こうのめり込んでレースやってると、タミグラといってもね、やっぱり結構本当にこうやれることは全部やんなきゃいけないみたいな、そういうこう中の義務感みたいな、そういうぐらいまで自分の気持ちを追い込むような、そういうところがありまして、まあでもそれぐらいまでのめり込むのがまたホビーのね楽しさなのかななんて思ってた時期もあるようにはありました。ただまあ本当にここ最近は4、5年はもう完走っていうんじゃないけどね、楽しんで走ることがもう第一かなというふうに考えてまして、まあ、そんなふうにしてると意外にいいタイムが出るときもあったりするっていうのがまたラジコンの面白いところで、まあ、僕もまあそんな年齢がとか言うほどでもまだないかもしれないんですが、やっぱり目の、ね、視力とかそういうのなんかもちょっと一時期の全盛期があったか怪しいんだけど、それに比べるとだいぶ落ちてるんですけど、この満点のこのタミヤグランプリに使うような速度の車っていうのはある程度年齢がいったり、あるいはこう目とか視力にあまり自信がないっていうような人でも結構楽しめる感じがあるし、まあ、壊したりクラッシュしたりっていうことに関してもそんなにまあこうものすごいことになるようなそういう速度でもないので、まあ、こうチキチキバトルっていうんじゃないけども、そういうのをこう楽しめるんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、浅草、非常に気楽に参加できる場所なんで、ぜひこう皆さんでこれからも盛り上げていきたいなというふうに、思います。まあ、そんなわけでちょっと今日は浅草の思い出話をちょっと、してみました。そうですね、懐かしい話最後、RC カーグランプリっていうテレビがやってたと思うんですけど、これにね、95年ぐらいかな、ちょっと紹介されたっていう記憶があります。RC カーグランプリそのものはこの浅草では行われてないと思うん
行われてたかな、ちょっと怪しくなってきたな。まあ、いずれとしてもね、ちょっとテレビで、そのテレビ東京か何かで放送されたっていうようなこともあったなっていうのが、ちょっと今思い出として出てきました。懐かしい思い出ですね。そんなわけで、今日のところは、さようなら。